白鳥の作り方。260白に空気を入れます。尻尾が5センチ余るくらい入れてください。最後から15センチほどのところでひねります。ここに口巻きを結びつけ、輪っかを作ってください。半分くらいのところでひねり、輪っかを2分割します。輪っかを組み合わせます。これで体の完成です。2つのバブルの間に埋め込んでください。首を作ります。バブルをつねって空気を追い出し、再び空気を戻すと曲がってくれます。これで完成です。お疲れ様でした。